All right, ladies and gentlemen, we are back. I got enough points to get Legend Gundam up there to level 38. I'm prepared. He's a sharpshooter, so I'm not really changing up my strategy that much. I only got two more. Hopefully that's all I got, because this game right here, bro, I swear. Alright, let's go. I want to go back and try to get Master Gundam and Burning Gundam, but I just want the game to be over. I do all the other stuff, like, low-key on my own. Off-cam. それ付き以前の根落ちを正面にブレイク反応まずは行ってみよう。お、やってやつはこの世界を何だと思っているんだ。ガンダムズだ。神優君、あの後大丈夫だと思う。あなたですか。覚えてますよ。お久しぶりです。この戦いいつになったら終わるんでしょうね。神優ピーだ。 最も優れた入隊プと言われた少年か。さらにブレイクイン。これは何ググだっけ。ゲルグ。第一次ネオジオン戦争期のゲルググ型だね。アマーンカーンの時代よね。ゲルググって息が長いのね。ゲルググの系譜は奥が深い。勉強しようとしたら一苦労だぞ。こんなことはしたくないけど。 Go for a sharpshooter, he got a lot of melee moves. セーレキ2300年代からのブレイクインだよ。独立治安維持部隊アローズのモビルスーツアヘッドか。ラプラスの箱に呼び寄せられてるの。 ラプラスの箱なんです。これボス。必要ないよ、神優君。今度はグリプスザクティターンズの登場ね。ザフトのモビルスーツみたいな言い方。 地球連邦軍の廃座。アーチ。ガンダムファイターの。じゃないよ。いるねえさん。アリーアルサーシェス。アルケーガンダムも健在か。さあ、もっと楽しませてくれよ。戦場ではしゃぐな。お調子者が。 戦場にガキ。俺が育てたガキじゃなさそうだ。これ以上僕にさせないでくれ。誰のこと。頼むぞ。この程度バカだ。まだだ。展開。そこだ。目標を捉えた。ダブルオライザー。 戦闘を開始する。本物のトレスタルビーム来た。あれはスーパーガンダム。あれは可変型のガンダム。ガンダムマイスター刹那 F1000君、支援するので戦闘を続行してください。了解。ダブルを目標を駆逐する。よう、久しぶりだなクルジスのガキ。よ、 もうクルジスの兄ちゃんか。面白えぞ。ソルスタルなんだな。貴様の歪み、俺が断ち切る。二人はどういう関係なの。刹那君は中東の紛争地帯クルジス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがアリーアルサーシェス。自分の手駒となるゲリラ兵を作ったのだよ。あの時のガキがガンダムに乗ってるとは。黙れ。 ここで過去を断ち切る。てめえは
手で潰してやるよ。自分のガンダム、これはとんでもねえ兵器だ。戦争の試合がある。まだまだ戦いたいね。もっと俺を楽しませろ。遊ぶな貴様。人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。身は命か、消えていく命は。命は力だって。空を支える力だって。なんだこの気持ち悪いか。くそ、この俺が動けってんだよ。ガンダム、アリアルサージです。スプラ君、結局は他のマイスターがつけてくる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復して、あなたも必ず西暦の時代に送ります。了解、ロックオン。見てろよクリス、俺だってやれるんだ。お、カラムリ、あれは神指だ。アマンカーン。お前と私は互いに引き合うものがあるようで。相手が誰だろうと、このヤクト動画に乗った俺なら。ギュネイガス・ジュン、ネオジオンの強化人間。間違いない、あれはガンダムだ。あれをやりゃ大佐だろうが総帥だろうが。総帥ってシャア大佐。第一次第二次ネオジオン戦争が交錯してる。俺たちは歪みを正す。それだけだ。こいつ特別な力を感じる。だがニュータイプでも強化人間でもない。何者なんだ。俺たちはソレスタルビーイング、戦争根絶を目指す者。戦争の根絶ね。本気でできると思ってんのか。言われるまでもない。俺はニュータイプになって、いざという時に大佐を止められる男になりたいだけだ。今回の戦争は俺にとってはチャンスなんだ。バカだ、腕どうだ。やる、この俺が。行け。この俺が押されてるだと。そんなバカな。損傷かされ。愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。今や地球圏は我々ネオジオンのものだと。ハマンカーン、貴様は戦いの源を言うだけだ。子供のセリフは聞けないな。人の思いというものは来やすいぞ少年。私を、くそ、こんなんじゃ俺はいつまで経っても大佐を超えられやしない。よし、ヤクト動画のブレイクアウトを確認した。いけ、落ちるがいい。問題ない。まさか世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。人は分かり合えるはずだ。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか。愚劣な。それは違うぞ。違う。小ざかしいな。俗物が私に。そのエゴが世界に浮かばせる。神指だ、この世界を変えたいと願うか。そのために戦うか。なんというか。もし戦うのに理由がいるのなら、この怒りこそがそうなんだ。人の意味、人の意志が力となっていくのか。吐き出すものなどない。やった、キュベレード。ハマーサもブレイクアウトさせられた。世界の歪みは正されつつある。怒りに飲まれるな。使いこなせ、神指だ。感謝します、ガンダムマイスター。これで西暦の時代のガンダムたちはブレイクアウトできたね。でも神アクションいいね。どうやら私がやるしかなさそうだ。ジオン出るぞ。 They got noticed one。 ブロンタル大佐でもシャア総帥でもなく、シャア大佐。一年戦争の確かジオン。パイロットはガンダムの進化、この機体アムではないのか。クラドル隊員。いや違うな、シャアを名乗っているのか。あなたは僕の知っている隊員じゃない。何者なんですか。私を誰だと思っているのだ。カミーユ君、彼は4番目の名前を。待て、サクラ、
これ以上の追及はタイムパラドックスを起こしかねる。無事素性を明かしたくないのはお互い様のようだ。いろいろとありまして、タイ戦いを終わらせるためだ。悪い、やらせるわけにはいかんの。これ以上オールレンジ攻撃でくれ。心強いな。捕らえた。切られや。展開もらった。いけ、当たれ。勇敢だな。軍人ともゲリラとも思えん。あなたは何やってるんです、こんなところで。戦争とはこういうものだ。理解した。戦士がここにいるはずなのは確か。そう、フルフロンタル大佐の拠点攻略用巨大モビルアーマー、ネオジオングだ。今回のブレイク現象、フロンタル大佐さんよりシャア大佐さんとの紐付けが強いね。その原因はやっぱりカミーユ君。私にプレッシャーをかけるパイロットがいると。あなたがクワトロ大尉だというのなら僕は止めてみせますよ。君とは奇妙な因縁があるようだな。あの少年のような。そうだ、どこか感じたことがある。沈め、やるな。こらえて。そこだ。やはり未完成を期待か。皮肉なことにジオングの完成型は連邦が作り出すことになる。強化人間を使ってな。強化人間だって。ブラサネ研究所で開発されたサイコム搭載のモビルアーマー。まさかサイコガンダム。もうブラサネさん、あの戦いはジオングから始まっていた。正確にはその前、ニュータイプ専用モビルアーマーエルメスからだ。なら私はお前を守れなかった。これ以上の不幸許しちゃいけないんです、絶対に。だからこんな戦い。なんだ、もうやめろ。あの少年から感じる私はしない。認めたくないものだ。自分自身の若さゆえの過ちというもの。本来フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャアーズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはりカミーユヴィランとの紐付きが強い。シャア大佐は後のクワトロ大尉、ハマーカーンとのスクリプ。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やったわカミーユ君。なしで言う。アーガムに帰ろう。ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダムともにブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。アスランザラ、帰還する。これが俺の正義だ。What's new, Gundam? Full armored uniform. Arch. ずいぶんと紐付けが濃いミッションだったね。I kind of just want to skip all this because I just want to finish the game. 肝なるニュータイプと呼ばれた神指弾の力と言っていいだろうな。でも少し違和感があるのがガンダムマイスターね。純粋なるイノベーターへと覚醒した初の人類、刹那 F セイエルか。彼が乗っていたのが GL ドライブを2機積んでるっていうダブルオーライザー。うん、ツインドライブによって刹那君を純粋死に確信させたね。でも彼は宇宙世紀の歴史とは無関係でしょ。ニュータイプとイノベーターに関連性があるとしてもそれだけなのかしら。管理システム、コードマクスウェルズによるものかもしれん。何かのデータを取ろうとした。ブレイク現象の紐付きとして考えられるのが能量支配を伝播する革新者イノベーター、そしてニュータイプ、宇宙に適応進化した新人類。
イノベーターは能量子波で人間の感情や思考を相互に理解できて、ニュータイプは誤解なく物事を理解する力。人間同士が分かり合う。シロは天田少尉も言っていた。敵味方でも分かり合えるんだって。それがキーワードか。だがマクスウェルズはその紐づきから何を得る？人間同士が分かり合うことでも、管理システムの AI な以上、そもそも人間同士という前提が成り立たない。人間とそれ以外のものが分かり合うというなら辻褄が合うけど。All right.